こんにちは、お久しぶりの塊、中富岡渡り、ラビタン、たけちゃん、ゆみちゃんです。いや、ゆみちゃん、久々やな。たけちゃん、大丈夫？こんにちは、こんにちは、お久しぶりです。あのな、ドライバーがな伸びた気がする、なんか長い感じがするんだけど。おいおい、久々でいきなりクラブの話。伸びた遠隔で伸ばした いきなりクレームです。長いわ。まずは、打ってみよう。はい、ってことなんですけど、どうしたのオープニングから。もうなんか久々で、あのさ、久々の再会やん。うん、視聴者のみんなもね、久々にゆみちゃん見たってなって、いきなりクレームから入るけね、この女。女だよ、あの。いや、びっくりした。いや、なんか久々になんか、うわー、なんか感動の再会みたいな感じでいくんかなと。はい、じゃあ、エアハグ。いや、エアハグって。いや、と思ったら、急にどうしたの今日は。なんかね、ドライバーがやっぱ長いから振りにくいの。あ、そう、さっき調子悪い。うん、調子悪い、もともと一番苦手かな、うん、あ、ドライバーがね、うんうん、まあこういう方結構多いですもんね、うんうん、で私そんなに背高くない、154センチだから、うんうん、このドライバーって私にとって長いんじゃないかなって思ったりするんだけど。あ、なるほどね。それでたけちゃんに、え、まだ俺のこと信じてないってことだから、俺一生懸命作ったのに信じてないから、はい、だから、ね、うん、数値をもう一回見たいなっていう ね、まあ確かにそういう人実際あのうちでも結構いらっしゃる。やっぱりなかなかドライバーが苦手な人やっぱ多いじゃないですか、長いから。で、大体皆さん切ったらあの楽になると思ってる方多いんですけど、うんうん、僕はそのまずそこで一度まず安易な気持ちで切らないでほしいと。それもちろん切らないかんパターンもあるんですけども、うんうん、その切らんでいいパターンも当然ありますから、うんうん、とりあえずじゃあゆみちゃん実際に打ってみて、うん、それでちょっとデータ取って再度やり考え直そうか、うん、じゃあ実際打ってもらいましょう。はい、お願いします。お願いします。よし、ほら長いと思う。その先入観をやめよう。よし、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、じゃあ実際にじゃあどれ自分の中のイメージでいいんやけど、どれぐらい長いとかってある？なんかどれぐらい短くなったら打ちやすいかなとかって思うことある？このくらい。結構やな。1インチぐらいやね。じゃあ切ってしまったら元も子もないので戻せないので、とりあえず一番手っ取り早いのはそのぐらいの長さで握って打ってみるってことですね。なるほどね、うん、それじゃあこれぐらい、それこそまあ1インチぐらいかな、だいたい25ミリぐらいだと思うんですけども、これぐらいちょっと短く持って打ってもらいましょう。はい、わかりました。このくらいね。うん、それぐらい。続いてチェックします。はい、それでは数値をね解析する前に、とりあえず今ゆみちゃんの現状のドライバーのスペックを再確認しようと思います。まず長さなんですけど、長さは 44.5 インチですね。 44.5 インチ。続きまして振動数です。229ですね。で最後にバランス見てみましょう。C の7ですね。データを見てみよう。はい、ということで、いろいろ、まああのね、データ見ていったのと、ゆみちゃんの、まあ、実際の今のスペック見ていったんですけど、うん、じゃあゆみちゃん一つ質問です、はいはい、長いメリットって何ですか？ヘッドスピードが上がる。さすがですね、さすが。伊達に休んでないな。リフレッシュ。サボっとたちゃうんかい。はい、リフレッシュ、はい、まさにその通りですね。あの長いメリットって僕いつも言うんですけど、ヘッドスピードが上がる。でもう結論からさっき言います。今回のゆみちゃんのシャフトは切ろうと全く思いません。なるほど。で実際ただ僕あの切らない主義ではないですね。とかむしろ結構切る主義で、うんうん、ゆみちゃんが連れてきてくれた、ね、女の子の友達とか、うん、僕もうバンバンシャフトがあったんですから。であの男性の方でもある程度ヘッドスピードがある方で46インチとか使ってる方、僕すぐ切りましょうって。多分あのフィッティング系に来てくれた方は多分分かると思うんですけども、結構僕は短いのを勧める主義なんですよね。ただ今回のゆみちゃんのクラブに関しては僕は全然切ることは証明しません、うん、で、まあ、これはもう明らかに、まあ、この数字見てもらったら分かるんですけども、単純にもうヘッドスピードがこれだけ差が出れば絶対切る必要はないです。お、3、まあ3
37.6 でえらい出たね今回。やった。なんかもう筋トレしちゃったもしかして。休み中。リフレッシュしたから。あの長いメリットっていうのは一番はとにかくヘッドスピードが上がることです、うん、でじゃあ短くしてもヘッドスピードが変わらんかったら長いメリットはないですよねってやっぱ言うんですよね、うん、だから短くした方がいいっていう人は実際にヘッドスピードが変わらん場合は短くした方がいいと言いますが、ゆみちゃんはだいたいもう今の現状目いっぱい持ったのが 37.6 でまあだいたい1インチぐらいかな短く持ってもらったが 34.7 例えばこれがじゃあ半インチやったらどれぐらいやで、まあ、単純に真ん中取って35、6やったとしても僕はこれ以上の長さは切りたくないですね。なるほど、はい、あの当然ゆみちゃんの身長がその、まあ、あのそんなに高くないっていうのもあるにしても僕は彼女の、まあ、ずっと満たしてもらってたポテンシャルも含めて十分この 44.5 インチっていうのは扱えると思ってます、うん、で確かに45インチって言ったらもっていうクラブの長さやったらどうしようかなそれこそ半インチ切ろうかなって悩んでたと思うんですけど今回改めて測定させてもらって 44.5 インチしかもバランス C の7ってことはもうこれゆみちゃんの今のポテンシャルを生かせる十分あのこのクラブは振り切れます。やっぱり切ってしまうとそれだけ当然ながらヘッドスピードが落ちるってなると最大飛距離っていうのは当然落ちてくるわけですね。もちろんゆみちゃんがバリバリ筋トレしていや短くても私は37振れるわって言われたらあれですけど、まあ、彼女リフレッシュ休暇してたんでぐらいの方なんであの決してあの筋トレ休暇ではなかったんで、はい、だからやっぱり今のポテンシャルで言うと確かに長いなんか当たらなくなったら長いなって思う方もいらっしゃいますけどやっぱりそこに対してのやっぱり最大のポテンシャルが発揮できるクラブっていうのは僕はで逆に言うとこれ以上長いものを進める気はもちろんないですけどね。なるほど。で現状まあ飛距離も、まあ、今回特に良かったねこの 37.6 でスピン量2000ってこれ抜群に飛ぶ数字やね。まあ、打ち出しが若干低かったですけどそれでも187と、うん、もう片方は166で、まあ、当然あのヘッドスピードに対して初速いわゆるボールスピードにも限界がありますから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、ちょっとミート率は低かったですけどボールスピードもやっぱり長い方がうん、出てますから、まあ、これはもう当然距離的にもやっぱり出てくるしでそんなにじゃあ長いからって右に振り遅れてるかって今回まあ左引っ張ってくれたってあるんですけど短くても右打ってますからこれは練習してください、はいはい、あの長くても短くても右打つんやったら長い方で練習してあの飛ぶ方がいいでしょ、ね、同じ右行くんやったらっていう、うんまあね、ここはねもちろんクラブが全て解決できるわけじゃなくてただ一つポイントはどちらかというと短いクラブの方がフェースの開閉はしやすいと言われてますから短くした方が捕まえやすいっていうと語弊がありますというよりは出だし打ち出し出だしが左に行きやすいっていうのはありますよ、うん、ただこれもあくまで一般論なので、まあ、今回のゆみちゃんに関しては全く切る必要は僕はないかなと思いますのでまああのそのなんていうんですかねちょっとあの不信感があるようやったら、まあ、これをもう一回この今回動画であるとも信じ直して、うん、あのこの子と可愛がってちゃんと自分で捕まえる努力をしてください。なるほどね、分かった、はいはい、という、まあ、僕の中では、まあ、決して要は舐めるなということなんですけど津田ババゴルフもし切りたいってなった時に、うんうんうんこの長さだけじゃなくて他のことも変わってくるっていうのを聞いたんだけど、そうですね、そこちょっと詳しく聞きたいです。なるほど。リフレッシュ休暇か。だいぶ頭の中リフレッシュ。いい質問持ってきた。ありがとう。ちょっとあの油断しとったわ。はい、お願いします。まあ、一番長さを切ることで変わるのはやっぱバランスと言われてますね。だいたいまあ一般的にこれも一般論ですけども半インチカット要は半インチでだいたい12ミリぐらいとかですよね。とかでもバランスで言うと3ポイント落ちるんですよ。だからゆみちゃんの今のバランスは C7 やったんで、うんうん、例えばこれ半インチカットするだけでも C4 とかになるんですね。でまたさっきみたいに1インチ短く持つっていうと、まあ、C1 とかになる可能性があるんですよ。こうなってくるとやっぱり同じヘッドスピードでぶつけれるんやったらヘッド側が重い方がやっぱ飛ぶわけですから、だからヘッドが効いてる方が飛びますから、まあこれはもうハンマー効果、トンカチの原理ですね、うん、と一緒ですから、やっぱりバランスもゆみちゃんは僕はこの C7 ぐらいで、ただどうしても例えばその右にあんまり行かしたくない、まあこれは右行きましたけども、ちょっと右打ちたくないなって時は、例えばこれを短く持つっていう選択肢は僕はありだと思います。なるほどね。うん、ただまあこの例えばその短く持つとすごい打ちにくいっていう人もおるんですね。だからギリギリ持たない嫌っていう人もおるんですけど、そういう方もあれですけど、別に短く持つは苦じゃない。前は嫌だったけど、うん、やってたらそこまで違和感なくなってきた。なるほどね。まあそれやったらどうしてもここはちょっと、まあ、抑えに行きたいとかあんまり曲げたくないなって時は少し短く持つのも方法かもしれないですけど、やっぱりとはいえやっぱり本当にまあ
その、まあ、広いコースである程度距離稼ぎたいとこって言ったらやっぱりこの今の長さっていうのが一番のポテンシャルが出ると思うんです。それともう一点、まあ、バランスが一番変わるのともう一個変わるとすれば、まあ、やっぱり振動数ですかね、うんうん、一応、まあ、これはいつも言ってますけどあくまでもこれも概算ですけども、まあ、バット側の半インチ、要はグリップ側半インチ切ると 4cpm ぐらい上がります、うん、だからまあ単純計算ですけどイミちゃんのこのバット側を、まあ、半インチカットすれば、まあ、229っていう、まあ、cpm がだいたい233ぐらいになるかなと。これは計算値、まあ、頭の中のまあ計算値ですけども、うん、それぐらいになると。ただこれは勘違いしてもらったらいかんのは、ずっと言ってますけど別に硬くなったわけじゃなくてただ数字が上がっただけです、うん、まあ、短くしたからたまたま数字が上がったっていうだけなんでそこは硬くなったっていう表現ではないですね。なるほど、うん、だからカットすることで一番やっぱり、変わるのは何よりも長さももちろんですけどバランスです。だからそこの時にカットした時に例えばグリップ軽いグリップで同じバランス取るかもしくはヘッドの方に鉛貼るとか、まあ、そもそもそのカットするのをじゃあ本当に正しいかどうかっていうのはやっぱりなかなか自分じゃわからない。なんとなくこうカットした方がいいんじゃない、当たりやすそうだなってみんな思うんですよ。思う。でも基本的にはカットすると、まあ、今回見ちゃうのは高くなってますけど基本的に短くなると今度はロフトが立って入る傾向があるので今度ボールが上がらなかったり飛ばないっていうのもそうですしヘッドスピードが落ちるっていうよりも何よりこの次にボールが上がらないっていうデメリットも出ますから、だからその安易な気持ちでカットするっていうのはやっぱり良くない。なるほど。クラブっていうのは切るのは簡単なんですけど伸ばすこともできなくはないですけどもやっぱ切る方が簡単で伸ばすのはちょっといろんな作業が含まれるので元の長さに戻してくれって言われても同じようなクラブになるわけではないので僕ら継ぐって言うんですけど、継いだは元と全く同じ性能になるわけではないのでやっぱり切るときはしっかり考えて、やった方がいいと思いますね、ということで、まあ、本当に今回はこれでいいでしょうか。はい、じゃあもうあとは信じて、そう数字とかたけちゃんの言うこと聞いたら、ああじゃあ今のままでいいんだなって思える、まあ、前もずっと言ってて信じてくれてると思ってたらまさかここでちょっと不信感が出てるっていう、ね、伸びたんかなと伸びたこいつがいやもう縮んだんじゃん逆に かもしれん、はい、ということでね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、今日の動画終わるんですけど、うん、久々の登場ということで、はい、ちょっと視聴者の皆さんにちょっと終わりとかしとった方がいいやろやっぱりもうずっともう一番の被害者辻さんやけんなまず辻さんごめんなさいそしてコメントもね見させていただきます。ちょっとねタイミングが合わなくて、うんうんうん、収録にちょっと一緒にできなかったところがあったんですけれども、うん、またねちょっとこうもうちょっとしたらもうちょっとこれから会えるようになってくるかな、と思うので、うんうんうん、はい、感染対策バッチリしてまた収録に臨みたいと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。とはいえまだ僕一人の日もあると思いますがそこも寛大な心で、そうだ、ね、今日はゆみちゃんおらんのかってコメントやめてくださいっていうことですね。僕もいつもコメント見てるから覚えとけよってことでバイバイすごいね、荷物タイプやからな俺チャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。